サントリーの大胆な一手にファンたちはどう反応する平野の仕様の新しい姿に迫る。サントリーが大手ビールブランドの広告に登場した平野の仕様に関する謎メータ情報がファンの間で騒然となっています。公式発表がまだ行われていない中、広告キャンペーンは彼のファン獲得のための新たな策略なのか、それとも何か別の意図があるのか、多くの疑問が渦巻いています。サントリーはこれまでにも、 平野の仕様を活用してファンを引き寄せるための様々な策略を講じてきました。誕生日には特別な広告を展開し、話題性を高めてきた彼ら。しかし、今回の広告は一味違う。宮下公園の屋上から見える看板には、ジャイアントスピーディーも登場しており、ファンたちにとっては驚きの要素が詰まっているようです。ファンたちは SNS 上で写真について熱心に議論しており、その意見は様々。一部では、 サントリーがまだ正式な発表をしていないことに疑問を呈する声もあります。写真に写っているのが本当にヒラの仕様なのか、それとも別の俳優や組み合わせなのか、ファンたちは慎重な姿勢を見せながらも、興奮と好奇心を隠しきれないようです。公式サイトにはビール缶で半目を撮影した写真も掲載されていますが、サントリーはまだ正式な動きを見せていません。これにより、 疑惑の声が高まり、ますますファンタジーの注目が集まっています。ファンタジーの感想は一枚の写真から多岐にわたります。一部では、紫陽君の目だ、と確信する声も聞かれますが、逆に、違う俳優じゃないか、と疑う声も。これについて、ファンタジーが異なる視点から捉えるのは不思議なことではありません。顔の4分の1しか見えていない写真から生まれる様々な印象が、ファンタジーにとっては楽しみの一因のようです。 一部のコメントでは、サントリーが平野仕様の用紙を意図的に変えたのではないかという憶測も、髪の色や目の色、眉のラインまでが変更されているのではないかと考えるファンもいれば、単なるメイクアップの技術によるものではないかとする声も。これについてはまだ確定的な情報がなく、ファンたちはサントリーの意図を探る中で様々な仮説を立てている様子です。 疑惑や不安が漂う中、一部のファンは笑い飛ばし、新たな楽しみを見出そうとしています。人相打感の安全性に言及するコメントや、平野紫耀の見えていない部分に興奮する声もあり、コミュニティ全体がイベントに対する期待と興奮に包まれています。結局のところ、これはサントリーがファンたちにどんなメッセージを送りたいのか、という謎めいた企画の一環なのかもしれません。正式な発表が待たれる中、 ファンたちはサントリーの新たな戦略に興奮と期待を寄せています。果たして、これが平野の仕の新たな一面を見せるきっかけとなるのでしょうかファンたちは注目の的であり続けること間違いなしです。